皆さんこんにちは。マザーハウス銀座店のコーチです。コロナも落ち着いてきて、いよいよ旅行しやすくなってきましたよね。ということで、今日は皆さんに旅行にあったらとっても便利な小ぶりリュック3つご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介するのはこちら、風的バックパック M サイズというものになっております。風的シリーズは風をまとうような軽やかさという意味合いで付けられた名前になっているんですけれども、その名の通りですね、とてもフィット感が良くて軽やかにお持ちいただけるっていうところが最大の特徴です。その理由はこちら、じゃじゃん、こちらのショルダーベルトに秘密があります。見ていただいてわかるかと思うんですけれども、実はですね、こちら内側から外側にこう緩やかにカーブを描いています。こういった構造になっていることで、肩にかけた時にずれ落ちにくいっていうような構造になっているので、すごくお体とのフィット感を持ってお使いいただけます。風的シリーズ L サイズというものもあるんですけれども、それに比べてこちらの M サイズは B5 サイズがちょうど入るような大きすぎないサイズになっています。コロンとしたフォルムが可愛いっていう風に大人気なんですけれども、背中に背負った時も大きすぎないサイズ感が旅行にもすごくいいと思います。で、容量なんですけれども、先ほどもお伝えした通り B5 のサイズが入りますので、中を開けていただくとですね、背中の方に大きめのポケットがついているんですけれども、こちらに、iPad ですとかノートですとか、あとは、まあ、ガイドブックなどもすっぽりと綺麗に収納していただけます。風的 M サイズはこういった感じで、マチもしっかりとあるのが特徴になっています。なので女性の方でしたら、きっと化粧ポーチなど持ち歩くと思うんですが、そちらもすっぽり入りますし、まあ、長財布、あとはそうですね、防寒着なども畳んでしっかり収めていただけるようなサイズ感になっています。で、こちらの風的シリーズのカラーバリエーションなんですけれども、まずご紹介したいのはこちらのグリニッシュブルーというお色味になっています。グリーンとブルーの間のような色味になっているので、程よいお洋服のアクセントになってくれるような色味です。マザーハウスで非常に人気のカラーです。それ以外もですね、ベーシックにお使いいただける、ブラック、ライトグレー、ベージュ、ディープブルーという4色ご用意しております。加えてですね、季節の限定カラーとして爽やかなアイスブルーというお色味もご用意しております。何度もお伝えしてるんですが、本当にフィット感がいいので、まあ、旅行ですと1日中歩き回るよっていうことも多いと思います。そういった時にやっぱり疲れにくいので、こちら非常におすすめです。続いてご紹介するのはこちら、 K2way バックパックというバッグになっております。その名の通り 2way でお使いがいただけるものなんですけれども、この状態ですね、ですと、ショルダーベルトが長いので、斜め掛けとしてお使いがいただけて、横をこういう感じでヒュッと引っ張っていただくと、さっとリュックに変わりますので、リュックとショルダーと両方使える 2way バッグになっています。で、こちらの K2way バックパック、もう一つの魅力としては、圧倒的な軽さになっています。その理由の一つ目なんですけれども、見てわかる通りですね、非常に柔らかくて軽いレザーを使用しているっていうところがまず一つ目にあります。で、もう一つの軽さの理由としてはこちらですね、金具も注目していただきたいんですけれども、あえてですね、小さくて、軽量な金具を厳選して使っています。なのでそのものが軽いっていうところで、なんとこちらですね、 555g しかないので、ペットボトル1本分くらい の、 軽量さを実現することができています。で、 K シリーズの気になる容量なんですけれども、見ていただくとですね、風的に比べて少しすっきりした、マチ幅になっているので、少しコンパクトなサイズ感になっています。B5 サイズ、iPad とかが入れていただけるようなサイズにはなっているので、お持ちの方の声を聞くと、見た目より入るよっていうふうにおっしゃってくださる方が多いです。中も見ていただくとですね、縦長のペットボトル入れが実はついています。やっぱり旅行の時とかって飲み物を持ち歩いたりとか、傘とか日傘とか持ち歩くと思いますので、そういったものもすっきり収納できるっていうのはポイントです。やはり外ポッケも気になるっていう方多いと思うんですけれども、こちらにもきちんとですね、背中側の方に隠しポケットで一つポッケがついています。割とコンパクトなサイズ感にはなっているんですが、鍵とか、そうですね、パスもスイカなどをきちんと入れていただけるようになっています。
Kシリーズのカラー展開なんですけれども、まずご紹介したいのはこちらのキャメル色です。キャメル、レザー好きの人に非常にファンが多いカラーになっているんですけれども、カジュアルな印象にしてくれるので、例えば旅行の時とかデニムとか履かれること多いと思うんですけれども、デニムの相性もバッチリな、カジュアルなお色味になっています。でこちらのキャメル以外にも K シリーズはベーシックなカラーでご用意をしております。グレージュ、ブルー、ミストホワイト、あとオリーブというカラー展開になっておりますので、どれもお洋服を邪魔しない、とっても万能なカラーだと思います。で K2way バックパックはやはり 2way で使えるっていうところがありますので、旅行のさまざまなシーンにこう合わせてお使いをいただけるっていうところがあります。例えばですね、街歩きの時はやっぱり両手を開けて軽やかにリュックとしてお使いがいただけると思いますし、じゃあこれからお土産買おうみたいな時はやっぱりお財布とかすぐ出したいと思いますので、斜め掛けにしていただければこう、お体のすぐ脇に来て出し入れもしやすいっていうところがありますので、旅行のさまざまなシーンに臨機応変に、合わせて使っていただける優秀なバッグだと思います。では最後にご紹介するのはこちら、ふわりバックパックという新作のリュックになっております。ふわりという名前がついているんですが、その名の通りふわり と、空気のような軽やかさ、柔らかさというところが最大の特徴になっています。今までご紹介したものは B5 サイズ、 iPad がちょうど入るくらいのサイズだったんですけれども、こちらは見ての通りですね、高さがあって A4 サイズもきちんと入れていただけるものになりますので、旅行といえども荷物私多いんだよなっていう方にはおすすめしたいものになっています。では中身も見てみましょう。風間とシリーズと同じようにファスナー下まで開いてガバッと開いてくれるんですけれども、見ていただくとですね、こちらに、仕切りがついています。これがふわりのとてもユニークなポイントなんですが、こちらがあることで大容量でもお荷物整理整頓して入れていただけるっていうところがあります。であと皆さん気になられていると思うんですが、こちらにもちゃんと外ポケット、背中の方についておりますね。やはりパスモとかスイカとか鍵とか入れていただけるようなサイズ感です。やはり他の今までご紹介したシリーズに比べて大容量になっていますので、私もそうなんですけど、旅行でもなんだかんだお荷物多いよっていう方にはやはりこちらおすすめしたいと思いますし、旅行であるのがやっぱりお土産物とか買ってどんどんお荷物増えちゃうっていうことがあると思うんですけれども、そういったものもひとまとめにして持ちたいっていう方にはぜひふわりをおすすめしたいです。でふわりの気になるカラー展開なんですけれども、まずご紹介するのこちらのホワイトのお色味になっています。マザーハウスのリュックの中であまり真っ白ってお出ししていなかったので、これから の夏の季節も爽やかにお使いいただける、おすすめのカラーになっています。でこちらのホワイト以外にもベーシックにお使いいただけるブラック、ベージュ、ディープブルーというお色味もご用意があります。でこちらは夏の限定カラーとしてお出ししている、アイスブルーというお色味になっています。ミントのような爽やかなシャーベットカラーになっているので、これからの季節本当に涼やかに持っていただけるお色になっています。夏だとですね、やはりこういった白いお洋服とか多くなると思うんですけれども、そういった白いお洋服にも映える綺麗な爽やかなお色味だと思いますし、何よりこのような明るいお色を旅行の時に持っていただくだけですごく気分も高まるかなというふうに思います。こちらについてはですね、一部店舗とあとオンラインショップにて先行発売をしております。ということで今回は旅行におすすめな小ぶりリュック3つご紹介してきました。今日ご紹介したものは、概要欄の方にもリンクが貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。これから本当に旅行をされる方多いと思いますので、皆さんの旅行バッグ選びの参考になれば幸いです。それではまたお会いしましょう。さようなら。